多岐駅は、島根県出雲市滝町口多岐にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。現在は当駅の構内から、出雲市寄りが、米子市社直轄区間となっている。隣の並根駅からは、同志社浜田鉄道部の管理区間となるため、当駅がその境界となっている。快速列車については、下り一本のみが停車する。 島式ホーム一面二線を持ち、行き違い設備を有する地上駅。ホーム上に待合室がある。駅舎側の一番乗り場を上下副本線、海側の二番乗り場を上下本線とした一線スリュー構造だが、出雲市寄りの分岐手前の線形が悪く、全車両が時速 55km の制限を受ける。二千五年に改装された駅舎は、陸側のマスダ寄りにあり、ホームへは、 校内踏切で連絡している。松江駅管理の無人駅となっており、最近までホーム上に乗車駅証明書発行機が設置されていたが撤去されている。2018年度の1日平均乗車人員は34人である。2004年度は59人、1994年度は97人、1984年度は122人だった。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。国道を挟んですぐ海である。出雲市岐循環バス快速、アクアライナーの隣の停車駅は列車記事参照。ありがとうございます。